早く行かないと始まっちゃうよ。え、何？ちょっと待ってよピーター。何が始まってどこに行くのか説明して。どこって、やだな、森の中心に決まっているじゃないか。今日第2回目のコンテストの開催が決まったんだよ。そろそろ結果が出る頃かしら。姉さん、こんなところにいたんだね。無事でよかった。ああ、あなたも無事だったのね。よかったわ。でも審査はまた失敗しちゃったみたいね。そうみたいだね。それにしてもまさか天井から落ちるなんて思わなかった。え、じゃあ、あなた天井から落ちたの？怪我はなかった？うん、会議室の天井から落ちたんだけど、ピーターに助けられたんだ。あんな奴に助けられたなんて認めたくないけどね。そうだったの。でも怪我がなくてよかったわ。姉さんは大丈夫だったの？この部屋は他に誰もいないみたいだけど。そうね、でも私は天井から落ちたりはしなかったから平気よ。そうか、姉さんが無事で本当によかった。でもごめんなさい、また失敗しちゃうなんて。私の選択が間違っていたんだわ。何を言っているんだ姉さん。姉さんの選択は間違っていなかった。足りなかったのは僕の気持ちだ。僕がお菓子なんて嫌いだと思っているから失敗したんだよ。僕のせいで姉さんに迷惑をかけて本当にごめん。何を言っているの、あなたのせいなんかじゃないわ。それより私が…って、やめましょう。こんなことを言い合ってもどうしようもないわ。私もジョンも頑固だものね。私たち、似た者同士なのかしら。マイケルも、誰が悪いか考えるのはナンセンスだって言っていたもの。後悔する時間があるなら、次の会議を成功させる方法を考えた方がいいわ。そうだね。さすが姉さん。いいことを言う。でも審査を成功させるにはやっぱりお菓子を食べないといけないのかしら。頭では分かっているのになかなか割り切れない。ありがとうちゃん、私もできるなら食べずに審査を終わらせたいわ。お菓子は食べないって決めているから、できるなら破りたくない。頭では分かっている。それでもやっぱりお菓子を食べたくはない。私、お菓子は食べないと決めてしまっているの。自分の中でのルールなのよ。私くらいで大げさに考えすぎなのかもしれないとは思うけど、でも無理やりおかしな世界に連れてこられて食べたくもないものを食べなきゃならないなんて理不尽じゃない。姉さんがそう決めているなら
無理に食べる必要はないと思うよ。お菓子を食べたって美味しいと思えないなら仕方がない。僕だってお菓子なんか食べたくないしね。どうにかしてお菓子を食べなくても成功させる方法を考えよう。え、とはいえやっぱり心配だわ。心配？何が姉さんを心配させているって言うんだ。そんなもの僕が許さない。許さないって、気持ちは嬉しいけど、許さないでどうするつもり？姉さんやマイケルを心配させたり不安にさせるようなものは僕が一生恨み続ける。ありがとう。でもそれって結局何も解決できないってことよね。それで姉さんは何が心配なの？いや、こんな変な世界で心配じゃないことの方が少ないけど。コンテストの期限のこと、本当にこのまま失敗を重ねても大丈夫なのか気になるわ。誰かこっちの世界の人に聞いてみればいいのかしら。こんなところにいたんだね。あら、ピーター。あれ、ジョンもここにいたんだ。せっかく助けてあげたのにすぐどこかに行っちゃうから何かと思ったよ。僕は姉さんとマイケルを探す必要があったんだ。二人の無事を確認しないことには落ち着いてなんかいられないからな。そうだね、確かにジョンは全然落ち着いていなかった。助けたらすぐ走り出しちゃってさ、慌てすぎだよ。面白かったけど。ところで審査は失敗だったみたいだね。よかったよかった。よかった？何がよかったっていうのよ。人が失敗したっていうのに嬉しそうじゃない。だって僕は君に元の世界に帰ってほしくないからね。だから失敗してくれてよかった。これからも失敗し続けてね。これからもって、そうだピーター、今ちょうどそういう話をしていたところだったのよ。ねえ、この審査には本当に終わりがないの？永遠の世界に終わるものなんてないよ。本当に？失敗が続けばコンテストが途中で終わりということにはならないの？前例がないんだ。コンテストの優勝が決まるまで終わらないと思うけどね。ブッブー、終わりはあるわよ。私がピーターの代わりに教えてあげるわ。このコンテストは永遠の世界における特殊なイベントなの。特殊なものが永遠に終わらないことなんてあるはずがないわ。特殊なイベント？このコンテストは退屈している住民を癒す役割を持っているのよ。もしコンテストがずっと続いてごく普通なイベントになってしまったら意味がないわ。だからね、世界の医師が終わらないコンテストのことを退屈に感じてしまった時、コンテストは強制的に終了しちゃうってこと。そんな話初めて聞いたぞ。あら、そういう規則がある方がスリルがあっていいと思わない？いくら永遠の世界とはいえ、コンテストは始まりと終わりがあるからこそ楽しいんじゃない？なるほど、楽しいのならそれでいいや。というわけで、世界が退屈に感じたらコンテストは終わりという規則ができたよ。できたよって、あのね、あなたが適当に規則を決めないでちょうだい。適当なんかじゃないわ。これは世界が決めたれっきとした規則なんだから、正式な規則よ。ずーっと審査に失敗し続けたらあんたなんか用済みね。世界の意志に排除、殺されちゃえばいいんだわ。おい、ティンカ、姉さんになんてことを言うんだ。何をムキになっちゃって。こんな女死んだってどうでもいいじゃない。この姉さんに謝れ。
ジャン、落ち着いて。私は気にしていないし、大丈夫だから。じゃあ、審査員として失格した審査員が優勝を狙っていた参加者に恨まれて殺されるっていうのはどうかしら。永遠の世界では退屈は死と同じ。あなたが失敗したせいでたくさんの人が死ぬんだから、責任は取らないとね。怯えている顔も可愛いからいいけど、そんなに深く考えることないよ。僕がいる限り死ぬようなことには絶対にさせないからね。私からしてみれば、あなたの存在が一番不安だわ。なんで不安になるの？君が審査員じゃなくなっても、僕は君のことを守るよ。君のことが好きなんだから、それは約束してもいい。まだコンテストが失敗すると決まったわけじゃないのに、約束なんていらないわ。それより、世界がコンテストの失敗に飽きるのって、どれくらいなのかしら。難しい質問だな。さっきも言ったけど、前例がないんだ。審査員に選ばれた人は機器として審査するから、最長5回ぐらいで終わっているし。今回の審査は2回目よね。あと3回しかないの。いくらなんでもそんなに簡単に飽きることはないよ。あと100回ぐらいは余裕かな。100回も？こんな不定期の開催で100回。安心してはダメよ。なんせ、5回以上は未知なんだもの。それもそうよね。そんなに怖がることないのに。僕が守るって言ってるんだからさ。たとえ大丈夫だったとしても、失敗し続けるなんて嫌よ。それに、私は早く元の世界へ帰りたいんだもの。どうしてそんなに元の世界へ帰りたがるのかわからないな。君が僕と一緒に生きてくれるのなら、永遠に幸せに暮らせるのに。え？ちょっと、何をするのよ。あん、ピーター、そんな子に触らないでよ。触るなら私を触って。そうだピーター、何をしているんだ。姉さんに触るな。こんな時だけ息ぴったりだな。とにかく失敗し続けても君のことは僕が守るからさ。だから君は安心してずっとこの世界にいればいい。バカなことを言うな。こんな世界にずっとなんかいられるものか。失敗し続けたりなんかしない。さっさと決めてこんな世界から出て行ってやる。ジョン、気が立っているみたいね。まったく、こんなに姉さんに慣れ慣れしくする奴がいる世界最悪だ。一刻も早く出て行きたい。ん？非現実的な世界だとか、お菓子ばかりで甘ったるい世界だとかいう理由で嫌がるならわかるけど、私に慣れ慣れしくするやつがいるから嫌って。さて、こんなことしている場合じゃなかったわ。マイケルを探さないと。俺ならここにいるよ、姉さん。あと、ついでに兄さん。怪我とかしていない？いやー、気づいたら変な場所にいて驚いたよ。でも全然怪我とかはないから安心して。まったく、あまり心配をかけるんじゃないぞ。だいたい兄をついで扱いするとは何事だ。はいはい、ごめんごめん。でも俺は兄さんの方が心配だったよ。兄さんってこういう時いっつも運悪いもんな。変な場所に飛ばされたりしなかった？高いところから落ちたりとか。正解だ。確かに僕は高いところ、
会議室の天井から落ちた。嘘、適当に言ったのに本当に天井から落ちたなんて。よく無事だったね。僕が助けてあげたんだよ。だからジョンはもっと僕に感謝するべきなんだ。違うな、僕はお前に助けてもらったんじゃない。危ないところを助けられてやったんだ。それ一体何がどう違うわけ？どうして兄さんはそんな無駄に偉そうなんだ？何を言っている。気持ちが全く違うだろう。まあ認めたくはないが、助けられてやったことは感謝している。そんなに認めたくないと強調していてもちっとも感謝しているように聞こえないけど。あ、やっぱり私はこの弟たちが好き。元の世界でまた家族みんなで過ごすためにも審査を成功させたかったな。弟たちのことは私が守らないと。でもどうやって審査を成功させればいいんだろう。こんな時お母さんだったらどうするんだろう。早く元の世界に帰りたい。帰ってお母さんに会いたい。